こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、なぜ嫌いな人を選んで付き合ってしまうのかというテーマでお話ししていきたいと思います。好きな人と一緒にいれば幸せな気分になります。嫌いな人と一緒にいると気分が悪くなります。好きな人と一緒にいる時間を増やして、嫌いな人と一緒にいる時間を減らせば、気分よくいられる時間が多くなります。そんなの当たり前じゃないかと思うかもしれません。しかし、それが分かっていても、好きな人と付き合っていなかったり、嫌いな人間を集めて自分を苦しめてしまう人が多くいます。私たちは、優しい人、敬意を払ってくれる人、愛情を持って接してくれる人を好きになります。攻撃的な人、見下してくる人、バカにしてくる人を嫌いになります。そんなの当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、優しくない人や人格否定をしてくる人と付き合い続けてしまう人が多くいます。言いたいことを言わせてくれなかったり、嫌なことにノーと言わせてくれなかったりする関係から抜け出せなくなっている人が多くいます。自分を大切にしてくれない人、自分を愛してくれない人ばかりを集めてしまう人が多くいます。ではなぜ好きな人と付き合わないで嫌いな人と付き合ってしまうのでしょうか。それは相手のスペックを見て付き合うかどうかを決めているからです。この人は偉いから付き合った方が良さそうだ。この人は見た目がいいから恋人にした方が良さそうだ。この人はお金持ちだから結婚した方が良さそうだ。と相手のスペックに目を取られるから、相手のことを好きかどうかを感じるのが二の次になります。相手のスペックを見て付き合う人を決めると、そのスペックがなくなった時、相手に対する興味が失われます。相手の肩書きを好きになったら、相手の肩書きが失われた時、相手を好きだと思えなくなります。相手の見た目を好きになったら、相手の見た目が変わった時、相手を好きだと感じられなくなります。相手のお金を好きになったら、相手のお金がなくなった時、相手と付き合う意味が失われてしまいます。相手が持っているスペックを好きになるというのは、相手を好きになっていることにはなりません。相手の所有物を欲しがることで、好きではない人と付き合ってしまうことがあります。どれだけ相手が偉くても、暴力的な人や人格否定をしてくる人と一緒にいたら自分が不幸になります。どれだけ相手の見た目が良くても自分を大切に扱ってくれない人や自分を愛してくれない人と一緒にいたら自分が苦しむことになります。どれだけ相手のお金を好きになってもお前はバカだ、お前はダメだと言われ続けていたら幸せを感じることはありません。ということで、付き合う人を決めるとき、相手の社会的地位、相手の見た目、相手の経済的豊かさ、などといったスペックを見るのは悪いことじゃありません。しかし、相手の性能ばかりに目を取られて、相手の人間性を見ることを忘れないように気をつけてほしいと思います。どれだけ相手の装飾が美しくても、優しくない人間と付き合っていたら、自分が苦しむことになる。ということを忘れないでほしいと思います。自分が好きになれるかどうかという感覚を大事にしていきましょう。私は優しい人間と付き合います。私は自分を大切に思ってくれる人と付き合います。私は自分を愛してくれる人と付き合います。私は相手の肩書きではなく相手の人間性を好きになります。私は付き合う人を選ぶとき相手の見た目より相手の人間性を重視します。私は相手のお金ではなく相手の優しさを好きになります。私はそのままの自分を受け入れてくれる人と付き合います。
私はそのままの自分を愛してくれる人と付き合います。私は自分の好きという感覚を基準にして付き合う相手を選びます。私は所有物ではなく人間性を見て付き合う人を選びます。